アメリカ南部、タラの農園主の娘、スカーレット・オハラ。超気の強い性格です。そんなスカーレットは、失恋したり、結婚したり、未亡人になったり、気になる男性とくっつきそうでくっつかなかったり、南北戦争に巻き込まれたり、とにかく波乱万丈です。吸ったもんだがありながら、とにかくたくましいスカーレット。 故郷のタラの土地を愛し成功してお金持ちにでも最終的に事故や病気で娘や親友も失い3番目の夫にも愛想を尽かされて一人ぼっちにでもへこたれませんスカーレットは最後に映画史上に残る名言を言うのです「明日には明日の新しい風が吹くわ」